下関鉄道三橋の京福丸不断税官第一三橋の京福丸京福丸は、鉄道省の関府航路、聖官航路の鉄道を連絡線。京福丸型の第一線である。姉妹線には、徳殊丸、小京丸がある。旧朝鮮時代の王宮京福宮の名を取り命名。関府連絡線には、1913年に、高来丸と白木岩が就航していたが、 同年に、ンフ連絡船、朝鮮鉄道、南満州鉄道経由で、日中連絡運輸が開始されると旅客は日々増加し、輸送改善が必要となってきた。そのため、1920年に、旅客船3隻の新造が計画された。京福丸は、その第一線として、1922年、三菱重工業神戸造船所で建造され、同年就航した。 速力は20ノット近くであり、下関と不残間は、昼8時間、夜9時間に短縮された。寒布航路に就航していたが、1922年の、イギリス皇太子エドワード・アルバート・クリスチャン・ジョージ・アンドリュー・パトリック、デイビッドが来日した際に、瀬戸内海遊覧のお飯船として使用されている。また、関東大震災により、東海道本線、 東京三島間が普通となった際、同年9月7日から10月28日まで、一般客、被災者、救援物資の海上輸送に従事している。1938年1月23日、下関海峡岩流島付近で、特寿丸と衝突し、この事故で、特寿丸は浸水のため鎮座。その後も、寒布航路、広釜航路で運用されていたが、 1945年7月に、機雷封鎖で航行できなくなる。終戦後、1945年8月20日より、青函航路に転属し活躍したが、1947年より、東山丸方が順次就航すると、1949年7月30日に、就航し、函館三橋南側岸壁に係留された。 箱館三橋に係留された京福丸は内装を改装し海上ホテルとして使用されることになり1950年に1月25日開店する実際にはホテルといっても福祉事業的な性格が強く鉄道交際会が船を借り受けての営業であったこれは戦後の混乱期国鉄では空襲で命を落とした乗船員の遺族や 辞任整理による大量の解雇者の救済が大きな問題となっており、これらの人々の働く場所を確保するためであったという。この会場ホテルの設備は、客室は和室5室、洋室14室。収容辞任は一般客46人、団体客280人であった。函館駅に近いことと物珍しさもあり、利用者は多かったという。 しかし、船体の老朽化により維持費の増大などで赤字経営となり、1956年に休業する。その後、船体は放置され、1958年に解体されたが、船体は、函館港の中央埠頭が造成される際に埋められた。なお、鉄道交際会では、海上ホテル休業後の1956年に、函館駅にほど近い一角に、 慶福ホテルの名称で旅館業を再開したが、同ホテルの敷地を含めた一帯の区画に、函館ハーバービューホテルが建てられた1988年以降は、同ホテルの一階の一角で、慶福という土産物店を営んでいた。なお、現在は場所こそ変わらないものの2004年に、スーベニア函館店という名称に変更されてしまった。ありがとうございます。